と聞く照明。やろう絶対ぶっ。外まで聞こえてるからやめなさい。あ、マリサ、一体どうしたんだ？最新のゲーム機が発売されたから夜も寝ずに昼寝して探してるんだけど。ただの昼夜逆転だろ。クソ転売屋が横行してなかなか手に入らないんだ。きっとファミコンの時代はこんなことなかったろうに。ファミコンも当時入手困難だったって聞くぞ。そうなの？当時でも数百万台規模で作ってたからな。やっぱ任天堂ってすごいな。その任天堂をここまで導いた人を知っているか？マリオでしょ？それはゲームキャラだ。じゃあ今回はその経営者について解説しよう。お、教えて教えて、教えてくれたらチンスをあげよう。そこは伏せ字にするな。今回お前に解説する人物は、任天堂の三代目社長、山内博士だ。あ、知ってる任天堂の組長だよね。社長って言ってんだろうが。ゲームの会社じゃないの？もともとは花札屋だ。え？花札？もともと花札はカルタが原型だったんだ。カルタって正月に遊ぶやつ？戦国時代の南蛮貿易で伝来して、人気となって全国に普及した。やがてそれで賭け事をする輩が現れて風紀を乱すとして禁止された。今の遊戯場みたいに警察とかに口利きすればよかったのでは？何のことだかは詮索しないでおこう。カルタが禁止された当時のカルタ職人は、ちょいと違うの作って規制に引っかからないようにしよう。ということで派生で生まれた一つが花札と言われている。花札ってカルタの派生だったのか。しかし江戸幕府は花札も禁止にした。結局賭博させたくないんだから禁止にするだろうね。明治時代になり1885年販売、1889年製造が解禁された。この年に山内房次郎が花札の製造販売を始めた。これが任天堂カルタ、後の任天堂だ。任天堂ってめっちゃ古い歴史があるんだね。娯楽が少なかった当時花札はめっちゃ売れて賭博も盛んになった。やっぱ賭博とは切り離せないか。政府はこの販売を抑制するために税金をかけるようにした。花札に税金？これがカルタ税、カルタ類にかける税金だな。すっげえものに税金かけるな。さすが明治時代。ちなみにこれはトランプも含まれたトランプ類税となって平成元年まであったぞ。結構最近まであったのか。これで多くの花札屋は店を畳むことになった。任天堂も終わるのか？ここで房次郎は、しゃあない、トランプを作ってみるか。房次郎は日本初の国産トランプの製作に成功した。初めての国産トランプが任天堂だったんだ。さらに房次郎は変わった流通網を築いた。え？トランプっておもちゃ屋で売るしかなくない？任天堂はタバコ屋の流通網を使って販売したんだ。なぜにタバコ屋？タバコとトランプって大きさ似てるじゃん。確かにそうですね。以上。それだけ？まああとはギャンブラーはタバコ好きだよな。確かに吸うイメージが強いけど。これで任天堂は急拡大、日本最大のカード屋へとのし上がった。あっという間にのし上がったな。そして1929年に婿養子の山内赤陽が任天堂カルタを継いだ。婿養子が継いだの？ああ、赤陽は合名会社山内任天堂を設立して、鉄筋の本社を建てて、生産の効率化を行い販売子会社を設立して経営の近代化を図った。二代目もなかなか優秀そうですね。その赤陽が二代目になる前の1927年に生まれたのが山内博士だ。ようやく生まれたのか。山内博士は赤陽の娘の長男、つまり孫にあたる。基本女系の家族だな。で、博士が小さい頃に娘婿、つまり博士の父親なんだが、任天堂を継ぐ人になるよね。近所の女性と駆け落ちして失踪。は？それで祖父母に育てられることに。うれそう。ヒロシは順調に成長して終戦を無事迎えることができた。あ、そっか。戦前だったか。ヒロシは早稲田大学の法律科に進学。そこで法律を学びたかったのかな？進学の理由は、東京で遊びたい。ごくつぶしの発言だな。祖父が買ってくれた渋谷の高級住宅街の一軒家に友人と住んでビフテキを食らいワインを開けてビリヤードで遊ぶという生活だ。なんだそのこの世の贅沢を凝縮したような生活は。小さいとはいえトランプや花札なんかでトップを走る会社の後取りだからな。何回り迫らすればその人生を歩めるんだろう。しかしこの生活も長くは続かなかった。え？ヒロシが大学生活を謳歌していた1949年に二代目社長の赤陽が病で倒れた。おじいちゃんが倒れちゃったの？山内家の長兄としてヒロシに選択肢はなかった。継ぐしかないよね。ヒロシは継ぐにあたって条件を出した。報酬を高くしろとか？山内家の人間は自分一人で十分です。つまりどういうこと？俺以外の一族は全員クビということだ。なかなか唯我独尊だな。それを飲み込んでもらい、ヒロシは任天堂カルタの三代目社長に就任した。
この時若干22歳の若者だ。お、若社長、頑張ってほしいな。外野から見れば若者頑張れみたいな感じだが、内部からしたら不安でしかないぞ。え？当時の状況を深掘りすると、まず当時はテレビやらパチンコやら様々な娯楽が生まれ始めた時代。花札なんてやる人減りそう。花札は当時手作りで数百件の内職先に毎日材料を配って手作業で作ってもらい自転車で回収。それをスノコで乾かして詰めてようやく完成だ。めちゃくちゃめんどくさいな。作る人は減ってさらにインフレで報酬を上げなきゃいけない。業界トップと言っても厳しいな。そこに大学時代は東京で遊びまくった後取りが親族を排除して22歳で社長に就任だ。自分の会社だったらどうだ。その日に事業を書きますね。任天堂カルタは外部内部ともに問題を抱えていたんだ。バカ社長というよりバカ社長って言われてそう。周りからは、任天堂終わったわ。これを聞いた山内は意地でも家業を継いでやるとして大学を中退して社長に就任。そして攻めの経営を展開した。ここで攻めるの？社長に就任した山内は組織変更を行い、借金して1952年に製造工場を設立した。内職に出していたのを集約するのか。同業者からは花札に工場なんか必要ないと言われていたようだぜ。今考えれば当然の選択だと思うけど戦後にこの決断はすごい。そして機械化にも着手した。いいね。機械で自動的に作れれば最高じゃん。言うのは簡単だが実際はかなり難しい。厚紙に印刷して終わりなのでは？戦後の日本にそこまで精密な機械はない。その中で大きさ手触りが全て同じものを作らなければならない。そう言われると急に難しそうに思えてきた。自動化に成功したのが1959年だからな。すっげえ時間がかかったね。山内は当時新素材だったビニール、プラスチックに着目した。最近いろいろ言われているプラスチック？紙よりも硬く、艶やかで高級感が出る新素材。これを素材メーカーと手を組み研究させてできたのがプラスチック製トランプだ。トランプって今ではプラスチックが当たり前だけど任天堂が先駆けだったのか。他の商品と比べると倍の値段だったが徐々に売れるようになった。売り上げも3億円、現在の貨幣価値で15億円ぐらいにも上った。製造業でその金額は大きいな。そして1959年にキャラクタートランプを発売した。キャラクターが書いてあるトランプってこと？当時は鉄腕アトムや鉄人28号などで漫画が話題になっていた。それでキャラクターに着目したのか。それじゃ手塚治虫先生に許可もらわなきゃね。山内はウォルトディズニーのロイディズニーと直接交渉してミッキーマウスなどのキャラクターの版権を獲得。いきなり世界のネズミを取りに行ったの？お前ディズニーに恨みでもあるのか。これが日本で初めてのキャラクター商品だ。今はおもちゃだと当たり前のやつだけど任天堂が初めてなのね。山内はこれに加えてマーケティングを変えた。何？アトムも入れて戦わせるみたいな？ジャンプのキャラじゃねえんだぞ。業界で初めてとなるテレビ CM を売った。まだテレビは普及しきってないのに思い切ったことをしたね。さらにこれをおもちゃ屋だけでなく文房具屋に下ろして遊び方がわかる説明書をつけた。え？なんで文房具屋に？子供に販売するためだ。当時トランプといえばギャンブルとかの大人のアイテムだった。それを子供がよく行く文房具屋に置き、キャラクターで興味を引かせて説明書で遊ばせる。完璧な誘導だな。これによりトランプ市場は大きくなった。発売から3年で150万個を販売し、1960年の売り上げは 3.8 億円にも上った。任天堂はネズミを崇めたてまつらなきゃいけないですな。1962年には売上高8億円と2倍以上伸びた。トランプ花札では8割のシェアを獲得して独占状態となった。圧倒的すぎて笑いが止まらねえや。1962年に大阪、京都証券取引所に上場を果たした。もう一流企業でしょ。1963年に任天堂株式会社に称号変更した。一気に駆け上がってきたね。こうして華々しい業績の中裏では偉いことになっていた。え？きっかけは1956年にアメリカ最大のトランプメーカー、プレイングカード社の工場を見学したことだ。すっげー日本ももっとでかくしようとか思ったんでしょ。逆だ。逆？世界一でも所詮この程度か。しょっぺいなー。しょっぺいなーは嘘でしょ。世界の頂点を見たところでその市場規模の小ささに危機感を抱いた山内は脱カルタを掲げた。カルタってトランプや花札ってこと？それで山内はいろんなことを始めた。例えば？時代はモータリゼーションじゃん。せやな。だからタクシー会社を始めました。は？さらに食品会社を始めるよ。え？ふりかけ作ったら結構売れた。売れたんかい？
最近インスタントラーメンが流行ってるからうちらはインスタントライスを作るよ。それ任天堂がやる意味あるの？次はコピー機だ、電卓だ、ラブホテルもやるぞー。誰かこのバカ社長を止めろー。という感じでこの時代いろいろと多角化に動いた。多角化というか瞑想や暴走の方が当てはまるのでは？当時の山内は、一体どうすればいいかわからなかった、と思ってたらしいからな。人とは同じことをしない、他人より半歩先を歩むが心情だったんだが、歩む方向がわからなくなった感じだ。ディズニートランプみたいなヒット商品をまた作るしかないよね。ヒット商品は生まれず、トランプの需要も減っていき、売り上げも伸びなくなった。投資額は増えるものの成長は止まり、在庫や負債はどんどんと増え、ついには株式配当も減らす羽目に。山内博士はこれで終わり？この厳しい状況下、一人の天才が任天堂を一気に蘇らせた。一人の天才って一体？彼の名は横井軍平、多くの人は彼を天才と呼ぶ。なかなか天才って称号はつかないよ。そんな天才ってことはよっぽど期待されていた新人だったんでしょ。なんで花札屋に入社したのかな？横井氏曰く、家から近い、ひらがんのルカワか。大学は同志社大学の電気工学科で電気メーカーに就職を希望していたらしいんだが、成績も悪く就活失敗。出来の悪い大学生だったのか。それで近所の花札屋が電気工学科生を募集してて、受けたら合格して入社したらしい。もっと自分を大事にして。それで配属されたのは機械をメンテナンスする部署だ。そこで頭角を現したの？暇すぎてそこにあった機械でおもちゃを作って遊んでたらしい。もっと意識高く持って。そのおもちゃを山内は見つけて、お前それ持って社長室に来いや。これは怒られるフラグだ。山内は、お前それを商品化しろ。え？それで1966年にできたのがウルトラハンド。暇つぶしの商品がそんな売れるはず。10万個売れれば大ヒットと言われるおもちゃ業界で140万個の大ヒット。売れすぎー。このヒットを見て山内は横井に開発家という部署を与えた。一回の成功で部署を与えるのか。結構すごい決断なのでは？横井はその後もウルトラマシンやウルトラスコープなどを開発した。ウルトラ大好きだな。山内は他社の商品との差別化や全く新しい遊び方を提供するために、電子工学、エレクトロニクスを強めることを決めた。そして大卒の理工系を積極的に採用したんだ。花札屋がそんな思い切ったことやって大丈夫なの？そして生まれたのが光線銃だ。スターウォーズに出てきそうだな。銃と的が入ってて、うまく的を狙って撃てたら的が反応するというやつだ。結構すごい技術なのでは？太陽電池でなんか作れないかシャープと研究して作った商品だ。技術的にすごいというよりアイディア商品だな。そうなのか。おもちゃとしてはかなり高かったが、初年度で70万セット販売できて、おもちゃ業界でトップの商品となった。おもちゃでトップになったのか。しかしこの光線銃利益としてはあまり伸びなかったらしい。おもちゃで一番売れてたんでしょ？生産体制が整ってなくて、故障品が続出して他の業務に影響が出たようだぜ。売り上げが良くても他の利益を食うのか。まあ生産体制が整ったら利益出るだろと考えたのか、光線銃の後継機を出したわけよ。あの大人気の光線銃の新作は人気が出そうだね。しかしこれが大失敗。なぜ？あの光線銃だよ。旧型は5メートルで数千円で買えてたんだが、新作は？射程距離は30メートルで価格は 2.5 万円。30メートルはすごい伸びたね。え？でもそんなにいる？必要のない機能と高すぎる価格設定が原因だな。もったいないな。ところでさっきの多角化路線覚えてるか？あれやめたんじゃないの？別にやめてないぞ。マジで？オーディオや健康器具、シーソー、書籍だな、乳母車なんかを販売した。関連性がほとんどなくね？特に有名なのがコピー機。コピー機なんて作れるの？構造が単純で安くて9800円で販売できた。それすごくね？ただコピーするのに1枚1分かかって長時間保存が効かない上映りも悪かったらしい。致命的な欠陥が多すぎる。苦情が殺到して返品がめっちゃ多かったらしい。さすがの社長も懲りたでしょ。山内は、うちはどこまでもアドベンチャー精神で商品開発をしていく、と姿勢はブレなかった。商品開発はブレブレなのに、ここで山内は勝負に出た。今までのは前振りだったのか。その名もレーザークレー射撃システム。なんかとんでもなく不安に感じるのだが、どんなものなの？光線銃のシステムと同じ感じで、あれのクレー射撃版だな。1システム400万円だ。高すぎる。ヒカキンさんしか買えないだろ。これは個人向けじゃない。え？ボーリング場に設置しようとしたんだ。なぜにボーリング場？昭和40年代にボーリングブームに乗っかろうとボーリング場が乱立。
ボーリング場は1965年に全国に約200カ所だったが、1973年に約3600カ所まで増えた。増やしすぎだろ。1976年には880ぐらいまでに減った。情緒不安定だな。でこの空いたボーリング場にレーザークレー射撃システムを導入してもらおうと思ったわけよ。なるほど、広い場所だからぴったりだ。1973年にテスト的な1号店をオープン。評判は上々で翌年に105億円の売り上げの目標を掲げた。またヒット商品を生み出してしまったか。ここでオイルショックが起きて景気が急激に悪化。見込まれていた売り上げが立たなくなった。運がないな。残ったのは負債だけで、年間4億円の利益しか稼いでいなかった任天堂に50億円の負債があった。花札何枚作れば返済できるんだ。当時証券所では任天堂は万年下方修正を出す企業と陰口を叩かれていたそうだ。社長としては恥ずかしいだろうな。この状況下でも方向性を変えなかった。めげないな。そしてある商品が生まれた。どんなものが出るのか予想できないな。1977年に任天堂は三菱電機と共同開発した同社初のテレビゲーム機、カラーテレビゲーム15を販売。なんじゃこりゃ。15種類のゲームを遊べるものだ。これを 1.5 万円で販売した。高いのか安いのかようわからん。他社ではモノクロで2万円から3万円で売られていたんだ。それと比較すると安いな。販売方法にも特色があった。いつも変わった販売するな。遊べるゲームを6つにしたカラーテレビゲーム6というのも販売。こちらは9800円だ。いや、安い。これは爆売れでしょう。結局売れたのは15の方。あれ？そうなんだ。ちなみにこれ中身の基板は6と15で同じものを使用している。6の方が売れてしまうと赤字になってしまうんだ。え？どういうこと？1万円を切った安いもので目を引かせて、より良い高いものを買わせるという作戦だ。このジジイとんでもないことをやりやがったな。この値段は他社も手が出せなかったようだぜ。いきなり他社の半額の商品を出されたら太刀打ちできないな。他社は1万台しか売れなかったのに対して任天堂は100万台売れたと言われている。圧倒的な勝利。これにより任天堂は再び成長軌道に乗ることができた。もしかしたら近い将来借金返せるかもね。いや、任天堂は一つの革命的な商品で返してしまったんだ。当時ゲームといえばテレビではなくアーケードゲーム。特にスペースインベーダーが社会現象を起こしていた時代だ。日本で100円玉が足りなくなったという伝説があるぐらいだよね。任天堂も一応似たようなスペースフィーバーを出した。見すぎだろ。ただカラーテレビゲームのヒットもありそこまで注力はしなかった。確かに任天堂のアーケードってあんま聞かないな。ある時横井が山内の運転手を務めることに。横井さんそんなことまでやってたの？その時運転手がいなくてたまたまだ。たまたまね。その時たまたま新幹線でサラリーマンが電卓で遊んでいた話をして、あんなゲームがあればという雑談をした。またたまたま。その行き先の会合でたまたまシャープの中高の祖佐伯明と話をした。たまたまがたまたま重なったね。それで開発されたのがゲーム&ウォッチだ。偶然重なりすぎ。結構有名な話なんだがな。偶然の産物なのか。ボタン2つだけで操作するシンプルなゲームで、電卓戦争で急速に安くなった LSI や液晶で構成されているので5800円と値段も抑えられた。子供にあげるおもちゃとしてはギリギリ出せる値段だ。ちなみにシャープと共同開発だ。高専10以来のタッグだね。山内はゲーム&ウォッチの発売したのと同時にアメリカにも進出して、娘婿の荒川に担当させた。ついに世界の任天堂になるのか。アーケードのゲームを持って行ったが大量に売れ残ったのでプログラムだけ変えて販売することに。そんな簡単に売れるの？ここで登場したのが任天堂のもう一人の天才、宮本茂だ。任天堂は天才が多いな。宮本は1977年に父親の紹介で山内に直接面談をしてもらえることができて見事入社。コネで入社したのか。特に絵描きはいらなかったんだけどね。え？あまり仕事がなかった宮本に対して横井が誘って一緒にゲームを開発することに。そこでポパイのゲームを制作していたのだが版権が取れなくてポパイが使えなくなった。取ってから作れよ。それで宮本がキャラクターを描いてできたのがマリオ、ピーチ姫、ドンキーコング。それってもしかして、そう、アーケードの名作ドンキーコングだ。これによりアメリカにあった在庫を解消、それどころか全部で6万台をさばいた。アーケードでその数はすごくない？このドンキーコングをゲーム&ウォッチに移植、この機種ではマルチスクリーン、十字キーを採用した。十字キーってこの時なんだ。ゲーム&ウォッチは累計で4340万台販売した。ああ、
これらの功績もあり、1983年に情報開発部が新設されて、宮本はそこの課長に抜擢された。山内さんは有能な人を見抜く目がすごいな。任天堂の売り上げは1970年に156億円だったのが1972年には572億円まで伸びた。この規模で伸ばしていい金額じゃないぞ。純利益も7億から77億まで伸ばしたからな。この数字バグってない？山内はこのお金で借金を返済。のしつけて返せそう。そしてここら辺から家庭用ゲームに注力することになる。ということはついにあのハードの登場か。でここらで後半にするぜ。ここで分けるのかい？